成功してる人は鬼謙虚って話があります。ビジネスで成功してる人とか、ビジネスオーダーで年収2、3000万円超えてくると、全員とは言わないんですけど、ほとんどの人はね、まず調子乗ります。やっぱりね、初めてね、そのお金を持つと人ってね、調子乗るんですよ。経営者さんとかでね、起業してある程度会社が軌道に乗ってきたら、まあ、六本木でキャバクラに行くみたいなね。もちろん接待でキャバクラ行くとかね、銀座のクラブ行くとかいいと思うんですけど、ハマっちゃう人がいるんですよね。いました、そういう人ね、実際に。僕の周りでも。そういう人ってね、本当に面白いぐらい売り上げマジで下がってきますよ。なんでかっていうと、意識がそっち行っちゃうんですよ。遊びの方に行っちゃうんですよ。だからこれゴルフも一緒ですよ。経営者の人でね、接待でゴルフだとかっていうのはもちろんあると思うんですけど、お金を稼いだことで、今まで体験できないところが体験できるようになっちゃう。それを知ってしまうと、もうそっちの方に行っちゃうんですよ。で、そっちの方に行っちゃうと、ビジネスがおろそかになっちゃって、ストイックさがなくなっちゃうんですよね。結果的に、すごいうまくいってる時はいいんだけど、ビジネスって絶対にどんだけビジネスモデルが完成されていて、集客媒体整えてきても、不況って絶対来るんで、絶対に売上落ちる時って来るんですよ。でも僕らはその都度改善を重ねて、2歩3歩手前の時期から手を打っていたから、存続してね、あるってわけなんですけども、そういう風な謙虚さですよね。自分は天才じゃないんだというのは大事です。もちろんセルフイメージはね、自分は年収3000万稼ぐ器があるんだって思うのは大事なんだけど、同時に自分は調子乗っちゃダメだと。もっと謙虚に人の3倍仕事して勉強しないとダメですよ。っていう風に自分に言えるかどうかなんですよね。ここです、本当に。それぐらいやっぱ謙虚じゃないと、本当ビジネスってね、そんな甘くないです。もちろん、その業界でね、ある程度集客で成功したら、しばらくはうまくいくんですよ。でも、絶対ライバルって出てくるわけじゃないですか。そしたら、今度は何が起こるかっていうと、自分のお客さんをライバルに捉えるんですよ。今の現状にあぐらかいてると、皆さんのクライアントさんは、他の人もみんな情報収集しますから、あの人がいいねとこ行ったらみんなあっち行っちゃいますよ。だから、ライバル他社を常にリサーチをして、そこはどういう風なサービスやってるかって、常にアンテナを張り巡らして、ライバルにもさらに質のいいサービス、顧客満足度の高いサービスを提供して、販売戦略を考えていってね、集客を力を入れていかないといけないわけです。そうじゃないと、生き残れないです。だから、自分は天才じゃないんだと。自分はまだまだ調子乗っていい分際じゃないと。常に謙虚に、立って兜の尾を締めろですよね。お金が手に入って、で、そのお金を使って、例えば家族と一緒に旅行ができたりとか、美味しいもの食べるようになったりとか、行きたい旅行行けるようになったりとかね、お金と時間の不安からね、解放されて、本当に自分がやりたい仕事にね、集中して熱中できるようになったとか、そういう喜びをかみしめるのはいいことなんですけど、謙虚さは絶対忘れちゃいけないんでね、まあ、常に勉強ですよ。本当にもう勉強やめた企業家売り上げ落ちますんでね。それはね、ちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。だから年収3000万稼ぐ人ってのは鬼謙虚です。そういう意味でね。例えばインスタグラムの集客とか営業のスキルとかってある程度売り上げ上がってくるとナーナーになってくるんですよ。そうするとね、一番最初は当たり前のようにできたことができなくなるんですよ。で、そのタイミングで売り上げって下がってくるんですよね。だからもう一回基礎に反復するんですよ。反復して戻ると、自分こんなことを抜けてたわとかね、1年前はできてたことなんかできてなくなったとかね、っていうのに気づきます。そういうとこ常にやっぱメンテナンスしていくっていうのはやっぱすごい重要ですよね。はい、皆さん今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。